こんにちは、赤沼慎太郎です。今回は融資を受けやすいのは個人事業者と法人のどちらかということをねテーマにお伝えします。これはですねお客様からもよくね質問されることなんですけども、多分ですねこのチャンネルをご覧の皆様もですねこの疑問をね持っている方が多いんじゃないかなというふうに思いますので、今回はですね、実際に資金調達のねご支援をしている中で、感じることなんかも含めてですね、個人事業者さんと、法人の、どちらがねこう融資を受けやすいのかということについてですね、お伝えしていきますので、ぜひですね最後までご覧ください。はい、ということでですね、今回は個人事業と法人のどちらが融資を受けやすいかというテーマでねお伝えします。これはですね金融機関にですねこの質問をしますと、どちらも変わりませんよというふうにね言われるかもしれません。私もですねそういった回答をもらったことがあります。実際ですね融資の制度上ではですね、個人事業も法人もですね特に区別をしているわけではありませんし、どちらもねこう変わらないよっていう答えは正しいんじゃないかなというふうに思うんですね。ただですね、実際のねその融資の判断のねこの現場の様子を見ていますと、私個人的にはですけれども、やっぱりこう個人事業よりもですね法人の方が借りやすいんじゃないかなというふうに感じる瞬間は多いです。私の周りのね同業の方々もですね、同じように感じているというね意見が多いかなというふうに思います。ただですね創業融資の場合はですねちょっとこれまた違ってきますので、創業融資についてはですねまたこの最後にですねお伝えしていきます。まず創業融資ではなくてですね、通常の事業融資の場合ですね、やはり法人の方がね、借りやすいかなって感じる、その理由なんですけども、これはですね決算書の情報量の差にねあると思うんですね。個人事業の決算書と法人の、決算書ではですね、この決算書から得られる情報量というのがですね、大きな、差があるんですね。株式会社の、決算書で言えばですね、貸借対照表と損益計算書に加えてですね、勘定科目の内訳明細書という、資料があります。この資料にはですね、貸借対照表の資産と負債の各科目の内訳明細がですね、原則すべて載っています。損益計算書に関してもですね、役員報酬だったりとか、あとは地代家賃、あとは雑収入とかですね、雑損失、そういったものの細かい明細がですね、掲載されています。これを見ることでですね、その会社がどの銀行にどれだけの預金があるのかとかですね、あとはどの銀行からいくらの融資を受けているのかということが分かります。あとは売掛先だったりとか買掛先の明細も載ってますので、どういった取引先からどれだけの売掛金があるのか買掛金があるのかということもですね分かりますので、この資料をですねこう 2,3 期分並べてねこう推移を見ていますと、その会社さんの実態がどうなっているのかというのがおおよそねこう判断がついてくるんですね。そういった意味ではですね、非常に重要な資料でして、実際ね、金融機関さんも融資の判断する際にはですね、この勘定科目の内訳明細書をですね、結構じっくりとね、こう見て、判断のね、こうヒントとしています。ところがですね、個人事業の決算書にはですね、この勘定科目の内訳明細がですね、ないことが多いんですね。そのためですね、この個人事業の場合は、法人に比べてですね、情報が不明確でですね、やはり状況をね、こう詳細に把握できないということがですね、やっぱこう融資ができないという結果にね、どうしてもつながりやすいという面があるというふうに言えるんですよね。あとはですね、単純にこう見られているか見られていないかというところもね、ありまして、どうしてもね、こう法人の決算書の方がですね、金融機関さんの方は、見慣れている傾向にあるというふうに思います。小さな、新金さんですとか新組さん、信用金庫さん信用組合さんはですね、取引先の中にはですね個人事業者さんも多い傾向にありますので、比較的ね、個人事業者さんの決算書もですね、見慣れている面があるかもしれませんけども、地方銀行になってきますとですね、融資の取り組みの頻度で言えばですね、どうしても法人の方が多い傾向にありますので、やはり法人の、決算書の方が、見慣れているという傾向にあるというふうに言えます。そうしたことでですね、制度上はですね個人事業も、法人もですね、差がないというふうに言えると思うんですけども、結果的にねこうした理由で、個人事業よりも、法人の方がですね、融資が受けやすいというふうに言えると思います。ただですね、融資の判断で重要なのはですね、個人事業なのか法人なのかではなくてですね、財務内容がいいか悪いかなので、そこはですね忘れないようにしてもらいたいなというふうに思います。ちなみにですね、冒頭でも少し触れましたけども、創業融資の場合ですね、この創業融資の場合はですね、個人事業でも法人でもですね、変わらないですね。なんでかと言いますと、創業融資の場合はですね、これからね、事業を始める方ですよね。もしくはですね、事業を始めて間もない方なんですよね。なので、まだね、こう決算書がないというケースが圧倒的に多いんですよね。
なので総合融資の判断というのはですね、決算書から判断するのではなくてですね、総合融資独特のね、もう判断基準があります。ここら辺はですね、また別の動画がありますのでですね、ぜひそちらもご覧いただきたいなというふうに思うんですけども、つまり決算書によって、融資判断をしているわけではないということになってきますので、決算書の情報量の差も、影響しないということになりますので、個人事業であろうと法人であろうとですね、総合融資に関しては、大きな違いはない、ほとんど差がないというふうに考えてもいいんじゃないかなというふうに思います。創業する際にですね、個人事業と法人どちらにしようかなって、悩んでいる場合はですね、今後の事業展開によって、判断を変えていくということになると思います。今後の事業展開でね、これからも銀行から定期的に、融資を受けながら、事業を拡大させていこうというふうに考えるのであれば、やはりこれはね、法人の方がいいと思いますし、そうじゃなくてね、比較的小さな事業で、創業融資は受けたけれども、その後はね、特にこう融資を受けて、事業を展開するわけではないよというケースであればですね、その場合は個人事業でね、やっていくっていうのもね、一つの手じゃないかなというふうに思います。事業をね、こう大きくしていこうというふうに考えるのであればですね、これは後々のことを考えればですね、やっぱ法人でね、こう事業を起こすって方が融資をね、受けていくっていう意味ではいいんじゃないかなというふうに思います。はい、以上今回はですね、個人事業と法人のどちらが融資を受けやすいかについてお伝えしました。ぜひですね、ご参考としてください。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。